すよ。こっちのは甘いよ、あっちのはてめえよ。おお、風が気持ちいいのじゃ。さて、そろそろ船室に入ろうか。そうね。すごい混雑。やれやれ。東野様、こういう時こそ私の出番なのですわ。へっへん。え？服従の湯の湯気の力で他の人を避けさせれば。やっぱり楽勝だったな。ずいぶんとお甘いようで。お主ら、あの時の。俺は芦ノ湖温泉の精霊芦ノ湖。強羅温泉の精霊強羅。以後お見知りおきを。お主らが新たな温泉精霊か。そうさ、明治より前の古臭い精霊の時代はもう終わりなのさ。これからは直い俺たちの時代だぜ。直いですって？あなた昭和生まれですわね。お前たちの力の源である秘密箱をいただいて、俺たちが箱根の温泉精霊を仕切るってわけだ。命の次に大事な秘密箱を奪われるなんて、温泉精霊失格ですわ。楽でないミヤよ。見て俺、箱根を取り返してやる。どうして敵である私のために？多分箱根は君のことを敵だなんて思ってないよ。ライバル、いや、むしろ友達だと思ってるんじゃないかな。さあ、おとなしくミヤの秘密箱を返すのじゃ。足が震えてるぞ。それ何をするのじゃ。落ちるのじゃ。ミヤ、お主も上がってきたのか。私だって温泉精霊の足くれですわ。そうじゃな、力を合わせるのじゃ。お、なんだなんだ、なんかのアトラクションか。あとは箱根の秘密箱を奪うまで。やらせないのじゃ。箱根さん、あなたはここ100年ほど眠っていたそうですね。そんな怠け者の精霊より私たちの方が秘密箱を持つにふさわしいのです。相手は地元の新人を味方にしている。力比べは圧倒的に不利なのですわ。秘密箱を返すのですわ。やめなさい。私の勝ちですわ。体が勝手に土下座。